緑豊かな谷、氷河が作ったフィヨルド、轟き流れる川。アイスランドの大自然には巨大なエネルギーが眠っています。それも地表のすぐ下に。アイスランドは火山帯にあります。プレートがぶつかり合うその場所には豊富な地熱エネルギーがあり、解き放たれるのを待っています。現在この国の発電量の 30% は地熱によるものです。もっとたくさん発電できる可能性はありました。しかし近年技術革新が進むまでは、発電所は180度以上という高温の熱水に対応できる設備を必要としていました。これには特殊なパイプやポンプが必要なので、莫大なコストや時間がかかりました。しかし現在では半分未満の温度で発電ができるようになりました。新たな可能性が広がっています。ここはアイスランドの首都レイキャビクから約100キロ離れた村、フルージル。天然温泉で有名ですが、野菜の生産地でもあり、生産量は国内の3分の1を占めています。そして今では世界初となる低温で地熱発電を行う発電所があります。設計から試運転までわずか1年足らずで発電所の操業にこぎつけました。発電所は主にポンプ室、熱発電設備、冷却塔で構成されています。このポンプ室では毎秒54リットルの熱水を地下から汲み上げています。温度は116度、クライム御社の熱発電モジュールに適した温度です。冷却塔では熱水は配管を通ってモジュール管を移動します。この方法なら冷却水が十分でない場合でも温度が下がります。モジュールの内部では何が起こっているのでしょうか。まず熱水が作動媒体を沸騰させます。沸騰によって気化した媒体はタービンへと送られます。媒体蒸気はタービンを回します。このようにして電気が作られるのです。タービンを通り抜けた媒体蒸気は冷却され、液体に戻ります。1機あたり最大150キロワット発電できるモジュールがこの発電所には8機あります。発電所が消費する分を除いて合計1メガワットもの電力が送電網に流し込まれます。これはフルージルの全400世帯に供給しても余りある量です。将来ここには温室が建設される予定です。モジュールから排出された温水はパイプを通って温室に引き込まれ、冬の間暖かく保ちます。温室で利用された温水は温泉に流れ込みます。この時温度は入浴に最適な40度に下がっています。余った温水は同時にフルージルに区画設置された暖房システムのパイプに流れ込み、冬の間家を温めます。こうして未活用だった一次エネルギーをもとに一大エコシステムを作り上げることができます。安全で持続可能な発電方法です。そして何世代にもわたって電力を供給できます。